こに行きますか。リーちゃん行くか。そしたら馬だけ走ってる感じ見させてみる。なんか馬だけ走ってんだけどみたいな感じに。それはちょっと後にするか。なんかマイクラ七不思議みたいなとんでもない。あ、やばい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 。ちょっとなんか遠目のところからちょっと俺のこの馬だけちょっと走ってる感じ見せるか一回。ふーんって。ヒガキさんが今えっつって言ってる完全に。ちょっと今ヒガキさんの目線めっちゃ見てえな。今完全になんかおかしいの通ってったと思われてるよね。え、なんか今やばいの通ってった人って多分なってるな。えってえって言ってたよね。そう、だからちょっとバレちゃうから、ちょっと今の一瞬だけだった。めっちゃおもろい。俺えってなってんのがおもろいよな。あ、ごめんごめんね。行こう、ヒカクさんの方行こう。よし、OK、行こう。さあ、勝負出てよ。ヒカクさん普通にボイチャつけてたからな。ちょっと待って、あと2分か。ちょっと一旦入れるか。一旦決まります。じゃあちょっとヒカクさん見ていきたいと思います。いや、透明でもうわからん。やばいやばいやばい、なんかめっちゃ喋ってるめっちゃ喋ってる。ちょっとスニークしていきますね。これ音でかなりバレる可能性あるんで、近づけれるところまで近づけ。いや、二人いるな。ちょっと待って、してください。なんか捜索願い出されてる。絶対丸いやばい、バレてるバレてる、やばい。ピンクの馬探してくださいって言われてる。やばいやばいやばい、バレたかな。ちょっとご飯食べ、一回お腹空いちゃったから。ちょっと待ってね。少量作りたいときってさ、こういう風にやってるしかないの。300にしちゃうと俺あんま聞こえないんだよね、俺耳悪すぎて。あ、そっか、元を少なくすればいいんだ。頭いいね。頭いいね。バレてないよ、バレてないよ。ありがとう。何しようか。普通に元を少なくすればよかった。いや、弓で打つと、ね、一瞬でバレちゃうから、あれっていうぐらいのやつをちょっとやっていきたい。ブロック壊すとかぐらいが多分ちょうどいいね。それはガチでそうだ。このブロック壊してみるか。今のワンちゃん音でバレてないか。あ、めっちゃ見てるめっちゃ見てるめっちゃ見てる。そこさん猫追い回してる。ああいう趣味あったんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばいやばい。あー、じゃあ後ろいた方がバレにくそう。ここに置いて。あぶねえ。え、気づく、そこにいたの気づかなかった。あぶねえ。さあこれさ、上どこまで広げられるんだ。あんまない、もしかして。いや大丈夫だ。来てる来てる来てる。あぶねあぶねあぶね。ちょっと上から一回ブロック落としてみるか。これ今拾ったブロック、まあちょっと考えるわ、これ後で。よし、一回落とします。いきます。あ、待って、落とする、いる。これ馬の落とする。やばいやばいやばい、どこだ。やばい、危ない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 。あれどこだ。落とした落とした落とした、なんか。やばいやばいやばい、地面から離されてるかな。どこだ。こうやって見た方が分かりやすいか。どこだ。やばいやばいやばい、落としたって。そんな落とするもんだろ。まさかここにいるとは思わないね。まあ、あの、あー、やばいやばいやばい、やばい、ってやる。やばいやばい。殺される。やばい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 。いないっすね。あ、よしよし、バレてる。うん。
待って、したらこれ俺じゃないよね、企画さんだよね、こうして企画さんっぽい、なんかね、いいねいいねいいね、危ね危ね、え、俺じゃないよね、やばい、義足さんも近くにいるんだよな、これやばいやばい、めっちゃ見られてる、もう少しスリル、確かに、あ、いや、時間全然大丈夫、時間全然大丈夫、さっきやったばっかり、あ、3分だ、いや、もうそろそろちょっと一回ポーション入れないと、やばい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 、ちょっと一旦、すれ違うか、多分バレないでしょ、あいだ、めっちゃ近いところにいるけどね、ちょっと一回チェス開けてみるか、そんなにやから、いきます、チェス開けてみます、バレてないな、そこのチェス開けてみる、めっちゃ気持ち悪って言ってる、あ、一回待って、今のでバレたか、大丈夫そう、一旦中入って、いやー、うまくできるかな、できないかな、あれちょっともうちょい耐えれるな、ちょっといや、もう一回飲むか、一回飲むか、一回飲もう、一回飲んじゃうか、もう一回飲みましょう、かどうかは知りません。まず、砂岩もないのか。ちょっと隠れる場所にしとこう。砂岩の塀は結構欲しいんだけど、砂岩ねえな。ちょっとなんか隠れられるスポットがあれば。ここが良さそう。一回。よし。来たらここに一気にスポット隠れよう。じゃあ一旦ここの荷物を。これで。なんかこう伸ばしてちょっともらって、上から、あーでもくっついちゃうのか、上からちょっと、いや微妙だなこれなんかこれをこう押し付けたりしたらどうかなと思ったんだけど、バレてないバレてないバレてない、あでも結構いいか、いや微妙だなバレてない、全然バレてない、あこうなっちゃうんだ、いやでも全然バレてないぞやばいやばい、騎馬隊が来た、騎馬隊が来た、ビスシロキカルカ、あ、やばいやばいやばい、やばい、だっているな、いやいやいや、いません、いません、マロいるかこれ、いや、いません、いません、やめてください、まだいるな、マロ、これこれやばいやばい、あぶねえマロいどこだ、おい、やばい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 やるか、マロ、どこだちょっと待って、やばいやばい、金鳴らしの金え、金鳴らしは見えるの、いや、そうそう、いや、俺を何だと思ってるんですか衝撃者と思ってます、これよし、今のうち、今のうちだ、やばい、あぶね、いや、バレてない、よし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 、で、羊の木を狩ろう、この間に、この間に羊の木を買おうよしよし、カレカレカレ、今だ今、あ、やばいやばい、待って待って待って、予測したいのに全然マロ君、うまいなマロ君、やばいやばい、バレてやばい、手持ち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 がやばい、手持ちがやばい、今のシーンから、今のシーンから、カレカレカレ、やばれてるやばれてるやばれてる、カレカレカレ、バレてるバレてる、カレカレカレ、帰ってきたら羊の毛が全員刈られてるっていうやばい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 、全部カット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 、よしよしよし、ここの上でちょっとじゃあ見張っときます、いやなんかいいね、でもこれこっからさこういってここになんか広がってんのいいな、ちょっと一回弓打つかで、ちょっとあの羊の異変に気づかせよう、
やばい、方向追われてる。羊の異変に気づいてほしい。目を凝らせ、凝らせ。凝らせる、凝らせる。目をめっちゃ凝らせる。マジで、この角度だよな。この角度だよな。おい、待って、ケトリック瞬見つけた。どこだ。いや待って、今飛んできてた。これで、羊の方に気づいてほしい。いる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 。どこだ。よしよし、気づけ、羊に気づけ。羊を見てほしい。絶対見つける、どこ。これだろ。あれ羊の毛を飼ってることに気づいてるのかと思った。そんなヘボしないか。くそ。あ、やばいやばいやばい。え、やばい、マジ本当に。あぶねー。痛い。よし。あー、マジか。見つけたぞ。いやー、違う、いや、バレたよ。よくわかりましたね。あのね、ギリモヤが見えてた。あー、うん、ギリ見えてたか。いや、最初かわしたから、うん、ワンチャンなんかあれ違ったかっていう風になったかと思ったら、うん、ちゃんと当ててきたっすね。うーわ、いや、どこにいるかめっちゃ探したよ。でもいや、この見て、はい、この羊毛浮いてたからさ。あー、はいはいはい。マロクが手に持ってんのかと思って、あそこ打ったりしたからね、さっき。え、これ気づきました。これちなみに最初羊全員羊毛あったんですけど、うん、僕でかかってんじゃん。全然気づいてなかったわ。作業してる間にもう僕はザザザザザザって買ってきました、これ。え、全く気づかなかったわ。あ、気づかなかったですか。土降らしたりしてる？降らしてないか。あ、いや、降らしました、降らしました。あ、やっぱそうだよね。降らしました、降らしました。なんか増えてるもん、手持ち、どずってるもん。うん。え、これいいね。え、あ、これこのいたずらめっちゃいいね。これどうぞ、これあげます、あげます。え、透明化？透明化です、透明化です。おー、しかも8分じゃん。そう、8分なんで、これ使ってください、ぜひとも。激アツや、オッケー。じゃあ、このケーブル受け継ぐわ、確実に。いや、ちょっともうドッキリとかで全然使ってもらって大丈夫なんで。確かに。オッケー。え、今度一緒になんかやんない？あ、いいっすよ、いいっすよ。僕の方、透明ポーションめっちゃいっぱいあるんで。はいはいはい。まあ、今は、さすがにあれか。はい、あー、今はそうっすね。やれてもリーちゃんかベーショーさんぐらいしか。そうね、2人ともなんか今作ってるからな。なんかあれだよね。そうなんですよね、作ってる最初ちょっとあれっすもんね。うん、なんかちょっと今度やろうよ、一緒に。あ、もう全然いつでも、うん、はい、言ってもらえたら。オッケー、ありがとうありがとう。え、ちなみに最初の馬のやつもなんか気づきました？うん、もう馬は一瞬で気づいて、うん、だって幽霊みたいなさ、馬が一人でクソ速いの走っててさ。そうで、ピンクのさ、はいはいはい、何馬って言ったらさ、まずメッサンかと思ったの一瞬。はいはいはい。そう、まあけど、あの速さ、あれだからポチじゃないからさ、まあ、確かにもうマー君だなと思って。そう。あ、なるほどっすね。うん、ちょっとなんか都市伝説みたいな感じするの面白いかなと思って。いや、おもろい。ちょっと一瞬めっちゃビビった。うん、ちょっとまた考えておきます、じゃあ。うん、いや、ありがとう。いや、ちょっと面白かったです、ありがとうございました。うん、今度一緒にやろうね。はい、やりましょう。うん、ありがとう。じゃあちょっと帰ります。はい、お疲れさでーす。いや、おもろかったな、馬の霊ね。いや、ちょっとこれマジで本当にこれ楽しいよ。これやってる側めっちゃ楽しいからな。いや、なんか目が覚めちゃったわ。え、りーちゃん今作ってる感じだっけ？あ、岩盤浴。あー、そっか、地図作ってんだったらちょっと無理だな、さすがに。ブーンって。ちょっとこれで統一感出たね。でね、僕ちょっと、あ、まるくん、じゃあねー。バイバーイ。一瞬で通り過ぎ去っていくっていう。え、釣られてるやん、これ。悪趣味すぎん、これ。生首晒し上げられてるやん。馬だけ走ってくやつ、マジでおもろいよ、これ、多分。そう、これ、みんなの前にちょっと一回やってみたいね、馬だけ。透明な馬だけ、爆速で走ってくやつ。ちょ、これも一つのネタやわ。これありやな。これおもろいな。これやっていきたいっすね、これ、どんどん。